根室高校の校舎にカビが大量発生した影響で校舎が使えず、生徒は現在、校舎の隣にある市の施設で期末試験を行っています。根室高校によりますと、当初、校舎の利用再開は来週月曜からを予定していましたが、清掃作業の長期化でおよそ1週間遅れの今月17日以降とすることを決めました。 現在、校舎は清掃業者が消毒を行うとともに空気清浄機を設置しています。生徒は来週いっぱいは今利用している根室市青少年センターで授業を受けるということです。